マカロフか？耳が早いのね。奴がそう仕向けてる。クレムリンと通じてると思う？そうかもしれないな。事情を知ってる人物がいる。連れて行って。どこへ？アークロフ軍事基地。警備が厳重だ。できないの？奴らを止めるためだ。やれるさ。無事に潜入し脱出したい。穏便には済まないかも。穏便に行かないのはいつもだろ。それが心配なの。誰に会うんだ？ユーリ・ボルコフ。ユーリに報酬を突き返されたわ。さすがユーリだ。いつ立つ？今はどう？そのとおり。あと1マイルだ。決して見つからないように必要な時は呼ぶから。ラジャウォッチャーからヤンキーへ基地が見えた。接近する。了解ウォッチャー。ここからが本番だ。目立つなよ。銃を隠す。賢いな。サプレッサーはアークロフの標準装備とは思えない。有利に会う前にバレてしまう。ラージャ、銃も構えず敵の基地に入るのは厳しいけど、それしかない。そろそろ有利が位置情報を送ってくるはず。ああ、アークロフの管理棟だ。爆弾の近く、屋上に衛星アンテナがあるっていうんだ。衛星アンテナ。ユーリの仲間が捜索を始めるはずだ。素早く動け。入って出る。光線は避けたい。アークロフはよく知ってるんだ。何が見えるか教えてくれ。できるだけサポートする。管理棟に接近する。ここが目的地だ。ユーリは中にいる。問題発生だ。入るにはセキュリティカードがいる。一枚借りてこいよ。将校なら持ってるはずだ。あそこを出入りする者なら持ってるはずだ。いい考えだ。建物から出てくる将校を探る。将校が入り口から出てきた。仲間連れだ。奴が一人になるまで待って、ちょっとキーカードを拝借しろ。将校が一人でオフィスの階段を上がっていく。奴を狙うにはいい場所だ。疑いの目を向ける。やつをしてる。キーカードを手に入れた。やつは仲間のために犠牲に。倒すしかなかった。マカロフの責任だ。自分を責めるな。ユーリはこの犠牲に見合う情報をくれるんでしょうね。中に入った。ユーリは入り口の右側の廊下にある倉庫にいると言っていた。見つけた。中に入る。ユーリ。ウォッチャー、さすがだな。お前なら来ると思った。厄介事か？
いくつか。巻き添え被害か。犠牲に見合う価値があるといいけど。どんな情報？バルコフの研究に関するファイルだ。化学兵器ね。あの兵器の可能性にマクロフは魅了されていた。中和できないの？知る限りの情報を渡そう。なぜ？ロシアと西側諸国が直面している脅威を掌握するには協力が不可欠だ。敵の敵は味方だ。わかるだろう。ニコライもそう言うでしょうね。真の愛国者だからな。ロシア政府は化学兵器に関与していない。マカロフと通じていないという意味にはならない。どっちの政府にも求心論者がいる。ブラボー、繰り返す。ブラボー、もう一度繰り返す。X から一方通信。アークロフ基地にミサイルが2発向かっている。弾頭は化学兵器だ。いいか、大至急訓練だ。いいえ、もう一度作る。待っててくれ。アクエルも落ちるんだ。全部で、前が見えた。前に